札幌市在住大学生です。授業が始まって1ヶ月くらいオンライン授業でしたが、対面授業を始めようとする教員など考えることがありません。対面授業をしようとするのは教員のエゴに感じてしまうのですが、ひろきさん、どう考えですか？対面授業にしようとしているのは文科省の意思です。文科省のルールで、大学が単位を認定する場合に、確かね、50%以上対面授業をしてないと単位を上げてはいけないっていう方針を出してるんですよ。なので、それに従ってやってるだけなので、教員の人が、まあ本当にバカで、それが正しいと思ってる可能性ありますけど、基本的には教員がバカなのではなく、文部科学省がバカなんだと思います。なので、教員の人は、それに従わなきゃいけないので、残念ですねっていう感じです。